まんじゅうを蒸す湯気の上がる日田高山町の体験交流館の会場には、市内9店舗の和菓子や洋菓子を販売するテントが並んでいます。新型コロナの影響で3年ぶりの開催となり、人気の高山プリンや猫の顔をしたユニークなまんじゅうなどを買い求める観光客や地元の人の姿が見られました。うまい プリン買わせていただいたので、ええうん、いつもすごい行列しちゃってるんで、うんうん、もうすぐそこで学ばずに買いちゃってラッキーですこの催しは午後4時まで開かれています。